こちらは前裾ゴムの仕様です。これを作るには裾をロックしてアイロンで一つ折りしてステッチして中にゴムを通して両サイドを仮縫いするという手順が必要です。前身頃の裾をパイピングで仕立てました。非常に簡単です。この縫い代をカットしていただいて、縫い代がない状態で生地を裁断していただければ同じように作ることができます。このパイピングニットテープは透けるぐらい薄くて非常に軽いです。ナイロン 88% ポリウレタン 12% でできていまして、伸縮性と強度があります。裾をこのテープで挟んで仕立てたいと思います。テープで挟んだらまず端を返し縫いします。テープを少し引っ張っていただいて、引っ張っていただいて、テープの間に前身頃の裾を入れます。はい、取れちゃいました。これは押さえ金が弱いということです。押さえ金の圧力を強くしないとゴムを縫うときは手の引っ張りに耐えられなくて外れてしまいます。このパイピングテープで裾をくるみます。挟みまして、端を返し縫いします。で、返し縫いが終わりましたら、このパイピングテープを引っ張りながら縫っていきます。で、縫う前にまずこの押さえ金の圧力を確認します。圧力が弱いとゴムを引っ張った時に抜けてしまうので、押さえ金の圧力を強いにします。このパイピングのテープを伸ばしながら縫っていきます。前身頃の裾をニットテープで仕立てました。ゴムを使わずにロックミシンも使用していないので、表も裏もすっきりしています。次は男の子バージョンを説明します。まず、生地を裁断します。これは裾を折った状態で裁断しています。このパーツを半分に折りまして、端から1センチ入ったところ、大体でいいんですけれども、端から1センチ入ったところからカーブにカットします。イメージでは前中心に対して直角につながるようにカーブにカットします。
ハイペングで前身頃の裾をくるみます。少しパイピングの生地を飛び出させた状態で挟みまして、返し縫いをします。パイピングを開いた状態で軽く引っ張りまして縫っていきます。身ごろの生地をしっかり奥に押し込みまして塗っていきます。縫い方はコバステッチになります。パイピングを開いた状態で引っ張って状態で塗っていきます。パイピングで裾を始末すると表も裏も綺麗に仕上げることができます。